久々に連携しよう。こんばんは。どうも。始めたよ。ツイート。ツイートできたかな。できた。オッケー。こんばんは。今日は記者会見で発表があったんですが、シナモロールくんとのコラボが決定しました。今日の髪型いいですか？今日はヘアさんだしメイクさんなしで結構違う。目元のメイクいつもより大人っぽい。おメイクさんだから、今日自分じゃないから、髪とかも。巻いてます。ちょっと大人アンナでございますどうもこんばんは。ちえちゃんめっちゃそんなこと言ってくれるのみくさんこんばんは。みくちゃんこんばんは。目が乾燥してやばい。そう、クラブグッズ本当に可愛いの。可愛いの。そう、でけんね、みんなにね、早くね、見てほしい。可愛いよ。可愛い。リップの色かわいいって。あきちゃんありがとうございます。通販はわかんない、ないかもしれないな。どうだろう。おじさんにハードル高いって。大丈夫だよ、大丈夫大丈夫。そう、でも本当にグッズがめっちゃ可愛くて、そう、そうなんですよ。そう、インスタにもあげました。こんばんは。いっちこんばんは。おじさん一人で言ったら逆に可愛いかもだって。可愛い人権あるし、なんかコラボメニューみたいなのがシナモンのあって、そう3個あるんですよ、そのメニューは。でそこが9月8日8、まあでも言うとあと1週間ちょっと後なんですけど、そこからスタートして、そこでコラボメニュープラスコラボグッズも販売します。みんなが今日大人っぽいって言ってくれる。でも今日メンバーに髪茶色くなったねって言われた。結構そう、ピンクのクリームシチューとか、クリームシチューとなんかデザートと、あとはドリンクがあって、ドリンクもめっちゃ可愛いんですよ。そうなんですよ、車に乗せて。そういう、もうね、あさってって9月ですね。初めてイコラブさんのショールーム見ました。ってシャイニングさん、初がアンナですありがとうございます。そう、クリームソーダめっちゃ可愛いでしょあれ。そう、メニュー出てますよ。でなんかそこでコラボグッズの販売もあって、で2周年ではもう多分あります、コンサートで。そう、それでめっちゃ可愛いんですよグッズが。早く皆さんに見てほしい。見たか
そう、本当に可愛いから、スイパラより高いハードル、キャーってそう、 iPhone ケースもめっちゃ可愛いんですよ、めっちゃ可愛い。対応の機種とか言っていいのかな、ちょっとよくわかんないけど、そうなんですよ。8個目ってゆまちゃん、東京なかなか行けない、そうだよね、関東の方とかじゃないとあれだよね。そうなんですよ。でもそう、今回は結構ミリーナと、そうミリーナはずっとシナモンが好きってずっと言ってて、で私も好きだし、まあ、メンバーもすごいみんな可愛い可愛いってめっちゃ言ってて、そうで今回結構私とミリーナがなんかいろいろ打ち合わせとかもさせていただいたりしたので、今回喋らせていただいたりしたんですけど、グッズのこととか、なんかこういう柄が可愛いんじゃないかっていうのとか、すごいやっぱミリーナはセンスがあるので、そうで、まあ、ミリーナが結構提案とかしてくれて、私もうんこういうのがいいと思うみたいな感じで、結構ミリーナとそうスタッフさんとでサンリオさんととかでこう打ち合わせをしたり結構して、グッズとかのどういうのがいいかとかデザインとかも少しこう考えさせてもらったというか、そうなんですよ。だからなんかそう、なんか私はこういうグッズが欲しいとか、そうこういう色使いが好きとか、なんかそういう単純なことしかあまり言えないけど、そうでもそういうふうに少し携わらせていただいたので、そうなのでぜひ、そうデザインが本当に可愛くて、イコールラブ、なんだろう、イコールラブっていうロゴってめっちゃピンクでハートでっていうのですごい使いやすいというかあれなのでそう、あのショールーム久々に来たってわこちゃん、そうなのでね、たくさんの方にゲットしていただきたいです。マジで可愛い、本当に。そうイコラブポーズしてくれてる絵に手にしてもらったりして、そうまあ結構女の子向けの商品になっちゃってたりするんですけど、なんかその時もすごい話し合いとか打ち合わせの時もこういうのが女の子欲しいよねって、でも男性は男性で使いやすさも考えるんだったらこういうグッズも欲しいよねとか、いろいろこうアイディアをみんなで出し合ったり結構したので、はい。そうでもね、シナモンってシナモロールって言って、でもニックネームはシナモンなんですけど男の子なんですよね。そうでもなんかそうぬいぐるみもめっちゃ可愛くて、そうだからそうなんか男性だと、まあ、確かにめっちゃシナモンでハートでピンクでとなるとちょっと使いづらいっていう方が多分多いと思うので、そうそういう男性のファンの方でも手に取れる取りやすいような商品とかもできたらいいねっていうのとかも考えてたりして、でも結局どうなるかちょっとまだわからない、何私もわかんないんですけど、そんな全てはそう、でもそういう打ち合わせとかもしたりしました。本当に可愛いんですよね。そうそうだからぜひ男性でも女性でもなんかカフェに来てほしいし、グッズとかゲットしてほしい。本当にグッズがマジで可愛い、本当に可愛い、可愛いからね。なんかシナモンが好きな女の子とか、逆にイコラブを知らない方にもなんかイコラブのことを知ってもらえたらいいなって思うし、そう。でもカフェ全然私も早く行きたいです。全然行ってないんですけど、その多分いつか行くと思うので、そうみんなメンバー何人かずつとかで、知らないけど分かんない9月8日にオープンで、まあ、それより前に行くのかとかちょっとよく分かんないんですけど、でも早くみんなも行きたいって言ってて、
そう、めっちゃ可愛いから早く行きたいです。楽しみ早くゲットしてください。今回結構すごいね。他にもサンリオ、今日はサンリオさんの記者会見だったんですよ。そうけど、あんたちはそうシナモンとかで、そう他にはキティちゃんとかいろんなコラボされてるその芸能人さん、タレントさんとかアーティストさんとかがコラボされてて、そういう方も一緒に今日は記者会見っていう感じだったので、そう、そんなすごい方の中に入れていただいてすごく嬉しいです。どのくらいの期間やるんだろう、全然わかんないな。アンシナモンなんやね。そう、 iPhone ケース本当に可愛いでしょ。 2種類色があって、色で違ったりするんですよ、機種が。そうそう、メンズに人権あるって。だからメンズそうだよ、チロルさん、みんなで来て来てください。そうですね、イコラブのグッズとしては iPhone ケースないので、初 iPhone ケースかもしれませんね。ほらメンズ、確かにメンズね、私、サンリオはシナモンと、あとまあもちろんキティちゃんもやっぱ好きだし、でもキキララちゃんとかもめっちゃ好きだった。リトルツインシスター。そう、今日ねめっちゃねいた、あのねキャラクターちゃんたちとかねいっぱいいたのね。めっちゃみんな可愛くて、通路っていうか廊下通るたびになんかってやってくれるの、こうやってこうやってやってくれたりするの。それでもイコラブみんなで一列に並んでわーってうちらみんなでかわいいってやってた。真似してこうやってとことか歩いたりして遊んでましたそう、かわいかった、めっちゃめっちゃかわいかったです。めちゃめちゃ、ちょっと待って、あ、そう、それでね今日ね、もうこれ解禁されてる情報だよねって思ったけど、されてるね。なんかプリキュアもいたんですよ、2人はプリキュアで、めっちゃプリキュア世代だし、2人はプリキュア世代だし、それで結構イコラブのメンバーももうみんなプリキュア見てるし、2人はプリキュアだって言って、そうプリキュアがいたの、2人で、もうみんなで大興奮してました。私たちの世代だ、そう初期のめっちゃ世代超見てたーって言って、みんなで歌って踊ったり、なんか変身みたいなしてたり、今日みんなでそうキャーキャー言ってました。そうすごい同世代だったので、結構プリキュアがもうみんな、もうめっちゃみんなでわーって会えたことが嬉しくて、で最後廊下で私たちが帰るときに、ちょうどプリキュアのお二人も廊下にいらっしゃって、最後みんなにハイタッチしてくださって、プリキュアさんたちが、プリキュアちゃんたちがそうで、こうやってみんなでイコラフタッチして帰りましたハイタッチ会しました。神対応ですよ本当に。もうみんなね可愛いマスコットちゃんたちは神対応。10月の広島ミニアクシー行くねって、リーちゃんありがとう、めっちゃ嬉しい。今日は水色ですね、これは。これもティティ&コーです。あ、めっちゃティティのお洋服着るです。あ、ちょうどお洋服どこって書いてあった、テンションちゃん。シナモン
741日達成だって。そう、めっちゃティティ好きなんですよ。ティティとかエブリン、バブルスとかハニーシナモンとか、あとどこ切るかな、ダズリンとか、あとどこだろう、どこ切るかな、アミュとか、あとアミュね、これから新作が出るからすごい楽しみとか、なんだろうね、どこ切るかね、アンクルージュとか、また男性の方、男子がポッカーンとしとるやろ。そう、マイカをハニシナ連れてった。そう、マイカ絶対着ないからさ、そう、そっち系じゃないけさ、そう。わかる、あかりんさんのプロデュースするもん、もうドタイプすぎて、結構あかりんさんも多分ピンクとか黒とか白とか結構あかりんさんは使われることが多分多かったりもするし、もうなんか全てがタイプなんですよ。私トイプードルも大好きで飼ってて、もう全部もう天才なんですよ。そう、あ、でもアンジービーも好きです、村瀬紗英さんのブランド。本当にアクリンさんプロデュースのアミュはマジでなんか全部が可愛すぎて、マジで可愛くないのがない、全部神。そう、アミュウインクはめっちゃ好きです。私はポカーンとしないで。そう、しかもアミュは結構可愛い系もあったり、なんかちょっと大人っぽいかっこいい系もあったりするの。そう、もうイコラブ入る前からずっとメイク動画見てたり、もう初期一番一個も見てないメイク動画、あかりんさんの YouTube ないもん。そうで、しかもイコラブのオーディションもあかりんさんの YouTube でなんか紹介されてたんですよ。そう、とかアンクとかティティ可愛いよね。でもアンクの方でも思ったより、でもアンクは結構めっちゃピンクとかで結構ブリブリ系な可愛い系って思うかもしれないけど、もちろんそれもあるけど、なんかねちょっと大人っぽいやつとかもありますよ。でもティティはもうちょっと大人っぽい。その手の話は右から左だって。あ、ナナマロンちゃんだ。そうね、アンクは結構ピンクみたいな感じですね。頑張って着ていくねって、うん。サイピーさんのねところのはなんかいつもと着る感じが違うから、そう、新しい感じになって好きです。でも私もまだ2着3着2、3着ぐらいしか持ってないけど、アンジービーは。そう、ティティはこれです。ティティもね、大人っぽいのもありますね。ラグーナ当たったよって、ありがとう。島村行きたい、あんも。島村天才だよね。みんな、口がひたすら開いているだって、ポッカーンとしてんの。服は欲しいの見つけたら、まあ結構買うかな。でもなんかそんなになんかね、でもやっぱ私服コラボ入って私服がやっぱめっちゃいるんですよ。なんか時あるごとに私服で撮影とか、なんだろう、普通にカメラがドキュメンタリーのカメラとかが常に回ってる状態だから、なんか常に一応服装とか気を使わなきゃいけないし、なんかまあインスタも始めたから、なんだろう、いろんな服とかもアップするから、もう服がいくらあっても足りないから、もうとりあえずよく服はなんか広島にいる時より全然買うようになりました。コスメよ、コスメも本当はいっぱい買いたいけど、でもなんかコスメより服の方が自分的には買ってるのは多い気がする。
そうし、あの小悪とかもやっぱあるし、この小悪の期間になると月に何着か4着ぐらいは私服はいるので、 4,5 着ぐらい。そうなんですよ。そう、自分をプロデュースするのも仕事なのでそうそう、京都小悪絶対撮るね。でありがとうルタ、ルタさん、ルタちゃん。クレンジング、なんか本当に眠たい時はシート使うんですけど、基本はあんま使わないようにしてて、ジェルを使うようにしてて。そう、でも無印のやつとか結構もうなんか大容量だし、めっちゃ出してもなんかめっちゃ高いってわけじゃないから使ってる。そう、マスカラはでもね、めっちゃ聞いてくださるんですけど、皆さんなんかとりあえずあんは、あのエチュセの最近は黒い方のロングの、ロングボリュームの方わかんないけど、の方のなんかマスカラ下地があるんですけど、とりあえずそれを塗ってて、赤2本使って今黒で3本目なんですけど、そうパッケージの色がね、それがめっちゃいいので、それをつければとりあえず OK、 別に下地だけでもいいってぐらいめっちゃいいかなって思います。そう、それをもうね塗りまくりますそう、ミニアクシクネってマリさん、ありがとうございます。そう、エトゥセのロングだよねってさすらいさんやってみます、てんてんてん、ほうほうよくメンバーのお下がり、あーでもあんまりそういうのしないんだよね。そう、ミリニャがね、でもミリニャのお洋服何着か持ってる。そう、あきちゃん待ってます、イコラブファンって書いてくれてる個別たくさん買うねって、秋山さんありがとう、会いたいよって、あやすけ待ってるよ、待ってるよ。5年後どんな服着てる、どうだろう。でもなんかティティとかだったらいけそう、5年後でも。どうかな、やばい、ダメ、いける5年後、どうだろう、どうだろうね、どんな服を着ているのでしょうか。27か、どうだろう、いけるよね、いけないのかな、わかんない、そういうのわかんない。まだなんかでも最近なんか急に秋服ですって言われることが多くて、もうみたいな感じなの、ないないみたいになって、なんかそろそろ秋服を買いに行かなきゃいけなくて。そう、でもまあ展示会でアンクルージュでなんかアウターを1個頼んで、スカート1個頼んでるんですけど、そう、でもそれ以外は秋服まだ買ってないので、秋服はまあまあ6枚目の制作が落ち着いたら買いに行きますパナソニックのキアラちゃん、あーあれ、あれね、出たのかあの2人が着てるやつ、私のあれ私のです。2周年の中の泣いちゃうけどいい、でも最後は笑おうねアンラも泣いちゃうかもしれんけどね。そう、秋服結構出始めてる、インスタとかでもね、もういっぱい出てますから。そう、でもなんかインスタしてるとなんか私服とか載せると、アンニャの服すごい好きって言ってくれる女の子とかいて、めっちゃ嬉しいよ。私基本スカートしか履かないから、あんまりパンツ系持ってないですね。秋服買ってきたの、エリ君早いね、先取ってる、偉い。
なあたんの同じ色同じ色っていうか私の。嬉しい、そんなみんな言ってくれて嬉しいです。そう、身長ちっちゃい子とか、そう155センチ以下とかぐらいの子とかは私と同じぐらいのなんか服とか着れると思うし、丈とかがそんな変わんなくなると思うから、ぜひ真似してほしいです。そう、真似するねって、真似してください。チャプチェさん、お久しぶりです。お久しぶりです。180あるので真似できません。確かにもうね、アンナのスカート履いたら短すぎますね女の子らしいですか。嬉しい、嬉しい。ファンの皆さんもさ、そうよね、なんか握手会どんな服で行こうってさね、秋服買わなきゃだって言ってくれてたり、そうやってね、おしゃれして着てくれたりするから、めっちゃみんな可愛い。結構私もファンの方の服装とか、え可愛いってよく言いますよ。めっちゃみんな可愛い、おしゃれだから。ムームーさん真似して真似して。そう、リーダーは基本スカート短いです。戦闘服黄色のエリ君、さすが愛を感じますね。でもね、男性ファンの方は私あんまりなんか男性の服装わかんなくて、なんかどういうのがいいとかないんですよ。だから逆になんかそういうアンのグッズをつけてくれてたり、なんかT シャツ、イコラメのグッズとかをやっぱ身にまとってくれてる方が嬉しいかな。女の子ももちろんそうだけど、でもやっぱ女の子の方が服装は目に入るかな。男性の服はなんかよくわかんない、何があれなのか。そうそう、カープのユニフォームとかグッズをつけてくれてる方が男性はわーってなります。コツアンさん、タコありがとうございます。なんか男性の服全部同じように見えちゃう嘘だけど、持ったけどなんかあんまわかんない、なんか何がおしゃれとかがちょっとわかんないんですよね。だからいいんじゃない、握手会だったら、握手会とかでハニシな、全然ミリ喜ぶよ。私のショールームの毎日エド2周年記念特別配信の日にミリニャの話しながらありましょうね。全然いいよ、男性でも話しな、ミリニャ喜ぶよ。せいちゃん、ハートありがとう。ルタさん、タコありがとう。部によって着替える皆さんもシナモンのコラボ楽しみにしてて。同じ気持ちで女性の服見てるってウケるウケる。何しな、でも男性入ってるとこ全然見たことあるよ。あれだよ、多分彼女さんへのプレゼントとか選んでるんじゃないとか。全然、しかも多分店員さんはそのミリニャのファンでとか、イコラブのことがすごい好きだから、ハニシナ服買いに来ましたって、コラボのやつ買いますって言ったら、すごい店員さんは絶対に喜んでくださると思うよ。そうそう、娘さんにとかね、いろいろ理由はありますから、いいんですよ、誰が何を買っても。シナモンのねスマホケースめっちゃ おすすめですよ。そうです。
ケグルさん何これ、星のやつかわいい、かわいいありがとう。タタタタタタ、感じかな。なんか昨日さずっとなんかの話してたよね。私昨日何の話したんだっけ。昨日ずっとなんかの話してましたよね。私ショールームで髪の毛の話、あれ昨日私髪の毛行ったんだっけ。髪の毛なんか美容室行ったんだって言って、あそうそうスポーツの話してたんだ。今日はあれですね、なんか結構服とかの話してますねそうだスポーツスポーツスポーツってめっちゃ来てる。もうほんとすぐ忘れちゃうの。昨日のショールームで何喋ったかとか全然覚えてない本当に。なんかポワーンって感じ。そうだスポーツの話したんだ。昨日私何してたんだろう。あ美容室行ってその後仕事行った。もう何をしたか覚えていないよ。やばいね、やべえっすね。あれも忘れちゃったのって。何新しい髪色アンナとおそろにするピンクバイオレットそう美容室昨日行った。昨日何食べたか覚えてない。覚えてないんですよ私。あ思い出しました。はい、いきますよ。サラダの、サラダとその上にローストビーフを乗せたサラダ。なんかさ、よくローストビーフだけで売ってるじゃないですか、もうなんかスーパーとかに。それをとサラダと、あれカプレーゼが好きなんですよ、トマトとチーズのやつ。その3つを食べました。3つ、まあ3つ。一昨日のご飯ですか、思い出せません。そう今日のこのショールームを忘れ去られます。えカプレーゼ私マジで毎日食べてる。嘘、今日食べてない昨日と一昨日、あしかも昨日お昼もカプレーゼ食べて、夜もカプレーゼ食べて、前日も夜ご飯にカプレーゼ食べた。3食連続でカプレーゼ食べました。もう今日は食べてません。私カプレーゼがめっちゃ最近好きでそう家で作るんですよ。普通にトマトとモッツァレラチーズ買ってきて、それにオリーブオイルかけて胡椒かけるだけなんですけどね。カプレーゼめっちゃ好きなんですよ。あ牛タンスティック美味しいですよね。カラムーチョかい、かだけじゃん一緒なの。そう別にね、名前だけおしゃれですけど別に大しておしゃれじゃないですよ。私モッツァレラ大好きなんですよ。チーズの中では一番モッツァレラが好きだから、チーズハントクとかもめっちゃ好きだし、そうチーズが好きです。 I love cheese。 チーズは世界をね、もう救いますから人を笑顔にします。普通にミックスのチーズも好きやし、あでもちょっとあんまなんかあのそのすごい発酵してる感じのチーズは好きじゃないけど、モッツァレラがでも一番好きですね。美味しいね。何でもチーズかけたいもん。でもチーズって高カロリーなんですよね。チーズパスタ飯のリポ送る。大丈夫です大丈夫ですえもうあれ裂けるチーズめっちゃ好き。山本さんの推しって書いてる公式グッズつけていいのかなって、ユーミンさん超嬉しい糖質は低いからいけるいけるだよね、さすがティヌちゃんカルシウムあるの。サナツンチーズ食べるよ
全然。スモークチーズ多分食べたことあるけどあんま食べないね。モッツァレラが多いかなやっぱ最近は。毎日食べたい。桜餅ちゃんいらっしゃい。ドはドーナツのドレ、あレは当たり前だった。ミミミミはみんなのミ、ソソは青い空、ドドはドーナツのド、ファファはファイトのファ、ミミはミみーはみんなのみーなんだっけ、みーみーはみんなのみーじゃラララッパのラーレレこれね違う、今日マジでメンバーが楽屋でこれやってたんですよ今日。私サイン書かなきゃいけないやつがあったからサイン書いててでもなんか自分でやると難しいんですね。なんかメンバーがやりよるのをマジでみんな本当にグダグダなんですよ。でなんかアンはサイン書きながらなんかレとか言い出したらアンが教えよったんですよ今日でも自分でやってみるとめっちゃ難しかったドはドーナツのドソ、はい皆さんソは青い空、ミミはみんなのミ、ドドはドーナツのド、ラララッパのラララッパのラじゃファファはファイトのファ、ドドはドーナツのド、むずいむずいマジでむずいみーみーはみんなのみ、ドドはドーナツのド、ラララッパのラ、しあしはそのままじゃ、しは幸せよ、みみみどれみみはみんなのみ難しい一人遊びこれ難しいですよね意外にね。ねえそうですよ、こういう遊びですよ。ドはあドは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 ドレッシングのド、レはレッスンのレ、ミは緑虫のみ、ファはファファはファファはファイルのファ、ソはソはソファーのソ、ラはライオンのラ、シは敷布団さあ歌いましょう、
ドレミファソラシドドシダソファミレドミミミソソレファファラシシドミミミソソレファファラシシドソラシドレド前に作ったよね。作ったことは覚えてるけど内容は一個も覚えていない「ドはドイツのドレはレとミカンのレ」「ミはミスドのミはミスタードーナツ」「ファはファミリーマート」「ソはソーラン節」2作目突入。国つながりじゃないんかいって。なんかねドレミファソラシドでねちょっと国出てこん。ドはドドドイツのドレはもうレから出てこへんもん。レレレレレの国あんの。レレレレバノン。レバノン、レバノンのレーミーはミはファはめっちゃみんなレバノンって言ってる。ミャンマー、ミはミャンマーのミ、ファはファファソはソファはファジー諸島ソはララならありそう。難しいですね。もう諦めた。まあみんな幸せにということで。タタタララン。今日は内容のない配信ですね。いつもと一緒ですけどね。なんちゃろじさん、ハートありがとうございます。ハートっていっぱい種類あるんだよ。これもあるし、これもハートだし、ウォンチュウォンチュウの I love you ちゃんちゃちゃんのハート、これもあるし、これもあるし、あと何があるかな。ハートあとはなんだろう、ハート、二人でのハート。ハートっていっぱい種類あるね。ドゥンドゥンドゥン、ララ寂しい時さらへんおティアモを愛にじゅてえむ、ララそばにいるわ安心して眠いだり、
ゆえみ行こうキュンキュン、大きな声せイコールラブイエイ、ゆえみイコールキュンキュン、 I'm fine for you、 ズンチャカチャカチャカパン、 I love you、 チャンチャチャン。あさって、もうあさってか、ほんまじゃ。みんな見てくださいね、9月1日7時半から19時半から私の記念特別配信、ファンの皆様をご招待してやるやつです。20人ぐらい。お気に入りのリップはつけないままでラブユー。配信する時間は7時半からです。正座してみる。足しびれるし足短くなるから、お椅子に座ってみな。コラブのダンスかわいいでしょ。ちょうど見れない、涙。さきのちゃん、あとで何をやったか聞く。自宅配信もねするよ、多分。するする、多分分からんけどする予定。です。そう、9月1日に。そうです、あ、でも1時間ぐらいですよ、私の特別配信。あんなアカウントに2回行って、やるかな、わかんない、やんないかも、わかんない、わかんない、やんないかも。レグルスさん、お星ありがとう。りなりちゃん、初めてショールーム見れたって、ありがとう。あさってだって、そうだよ、あさってだよ、9月1日です。9月になりましたねって配信するんですよ。え、でも私のルームから多分配信するんですよね。そう、みんなハッシュタグでツイッターで、あのお悩み相談室みたいな、質問コーナーみたいなやってるので、ぜひいっぱいいっぱい私にネタをください。やば、コンティヌちゃん愛を感じるわ。ラブを感じるわ、ラブ。ささいな相談でもいいですよ、何でもいいですよ、どうでもいいことでもいいですよ。そんなこと聞くんかいって言うとくから、もしそれにそれを言うことになったら、全部答えられるわけじゃないかもしれないけど、たくさん時間がある限り答えます。スマブラの日なんだっけ、そうなんだっけ、スマブラ見てって書いてある。サンリオに行けないって今のお悩み、じゃあ私が解決してあげますよ、それは私に任せてください。誰が選ぶの、スタッフさんです。あ、でも多分そっから私が選ぶっていうか、くじとかで引くのかな、わかんないです、ちょっと
そうよね、予約入っとるけん多分アンのルームでやります。そう、マジか、ベイサーズに負けたか。一番負けたらちょっと今やばいとか、2位になれなくなっちゃう。多分そのまあ変な NG な質問だけはちょっと省かれると思うけど、それ以外は全部普通にで大丈夫。変な質問は多分省かれます多分ね、わかんないけど。難しいことは私に聞かないでください消費税はどうですかとか言われても、はい、そうですねってなる。多分そんなねなんかね、言えないから、どうし、なんていう、なんかそういうの難しいから。兄は難しいとか言っても二十歳超えてるんだって、こんなこと言っちゃいけない、やっべえとか、なんか難しい問題について言われても答えられません。私はもうむしろ変な、どうでもいいような質問の方が助かるそう、え、ほんまそれ、計算しやすくなりましたねって、でもちょっと大変ですねっていうことしかできん。お財布が泣いていますねっていうことしかできない。消費税上がる前にポット買ってください。おかえりシャイニングさん1000円の 10% はいくらでしょう。1000の 10% 900円、 10% オフだったら900円ですよね。秋といえばサンマ、はい次行きますってなりますけど、それでよければみんな、あ、そうだ、みんな的にすごい印象に残ってるなんか配信とかありますか。ちょっと待ってよ、なんか私がこういうことの配信をした時がなんか印象に残ってるよみたいなのがあれば。インフル多い、泣いた、いおりちゃんとの対決、まぶたに目を描いた時12時間赤だけ、筆談配信、一個検定、オーディションの話、料理配信、1周年記念コンサート終わりの熱く語るあんちゃん、大晦日、大晦日、あーね、メンバーとやったやつか、なるほどね、12時間配信、ラストの語り、フランスからの配信、ひとみちゃんが、あーホテルの鍵をなくした日ね、アレタイコラブ検定、なるほどね、ハロウィンね、なるほど、わかった、平成から令和配信、どういう配信したんだっけ、リサとした、違う、誰とやった、私令和になる瞬間、もうね記憶が飛んでいるよ私は。
ドッキリね。リサとしてて、おー合ってた合ってた、全部過去投げやり初めてコメント生まれた時って、毎日可愛い、コメントに怒ってた時泣いちゃったやつとかもよくあるわ。令和はアンリサから始まったよって、そうよね。最初のティフ終わりに一味大使食べながら配信、めっちゃ覚えてる。懐かしいね。なるほどね、了解。みんなありがとう、思い出させてくれて、私に思い出させてくれてありがとうございます。なんかいろんな配信逆にしすぎてもう覚えてないファンの方の方が覚えてるね。いろいろあったよね。なんか瞳が居候してるからとか言って、瞳がよくいる配信もあって、顔は出さないのにそっちから声が聞こえるとか、マイカとかもそういうの多かったりしたよね。マイオくんがいますとか言ってたりね。 MV 撮影の隠し配信、懐かしいね、思い出ですね。了解しました。あー、うちは作ろう配信ね、懐かしいタコなしタコパ配信なんかしたっけ記憶にない記憶にない。懐かしいね。途中でタワー投げを阻止した配信、懐かしいね。投票機能を使ったやつね、私が。でもあれ以来使ってないですよね私。そう、いろいろやったね。あのうちはまだあるよ。うん、あると思います。あっち側に。なんか一回持ってったよね、なんかの時。怖くかな。そんな感じで、まあたくさんのねあれがありますね。アイシャドウ今日はね、メイクさんのなんだよね。今日はねアディクションだって、なんかアディクションのパレットのやつ、こんぐらいの。そう、メイクさん4個ぐらい大きいパレット持ってた。台湾あたりで公演なくなってスタッフの代わりに謝ってた配信、そんなことあったっけそんな私がなんか言ってた、幽霊コメントに怒ってた私。わかんない。アディクションね、可愛いですよね。アイシャドウ有名ですよね。高いですよね。でもね、やっぱデパコスなんでね。ヘアオイルとか私全然髪やってない。最初に1万人突破した話、なるほどね。あったね。そう、アイライン今日はね。そう、でもインラインは引かない派なんですよ。ここ目尻だけ引く人なんですけど。そうなんです。そう、あ、でも今日引いてんのかな。いや引いてないですね。アイラインはここしか引かない人懐かしいですね。いっぱい思い出しましたって感じで、そろそろ終わろっかな。今日は終わろっかな。スピン配信ね、たまにあるよね。
まつげ伸びたよ、こっち、ここら辺もうね、気にならなくなった。まつげって伸びるんだって思った。一定からは伸びないけど、切ったらちゃんとそこまでは伸びるんだなって感じ。終わります、そろそろ。よいしょ。13位セイタ、12位レグルスさん、11位なんちゃらおじさん、10位イトコンさん、9位がなんて読むの、オス番長さん、8位ゆかりん、7位が宮城のたかさん、6位がクロさん、5位がかっちゃん、4位がルタさん、3位がポークたまごさん、2位がたこつあんさん、1位がさしなゆいさんです。ありがとうございました。みんなテレビ見てる。1人目なかちょさん、2人目、あ、今ランダム言ってます、マツケンさん、ラスト3人目はこっち側からいきます、シャープ鉛筆さんです。ありがとうございました。では明日も夜にお会いしましょう。バルス。それではおやすみなさい、バイバイ。じゃんけんします、せーの、てけんじゃんけんじゃんけんグーグーです。おやすみ、バイバーイ。